ハラルド・リンドベリハラルド・リンドベリはフィンランドの植物学者である。父親はスウェーデン生まれの植物学者、セクトス・オット・リンドベリである。ヘルシンキに生まれた。ヘルシンキ大学で学んだ後、数年間中学校の教師を務めた。1910年にバラ科の種、アルケミラ・ブルガリスの研究でヘルシンキ大学で博士号を得て、 ヘルシンキの植物博物館の最初の管理者となり、1941年までその仕事を続けた。植物の半化石を含むフェノスカンジア地域の植物の研究や、南ヨーロッパ、北アフリカの植物の分類学的研究も行った。1932年には、イギリス、アイルランドを訪れ、タンポポ族の植物の収集を行った。 150以上の新種植物の記載を行い、1906年から1945年の間、フィンランドの植物標本を編集した。昆虫学の分野の著書に、カナリア諸島の甲虫がある。イネカの植物の俗名、リンドベルジェイラに懸名されている。H リンドブは、植物の学名で命名者を示す場合に、ハラルドリンドベリを示すのに使われる。ありがとうございます。